うわっ、食った。おはようございます、釣り子 TV です。今回の動画はこちら。久しぶりにですね、ジョイクロの178、これでいい魚が釣れたよって、こういった動画です。ぜひご覧ください。おはようございます、釣り子 TV です。秘境のポイントにやってきてみたんですが、こんなのが効きそうないい流れなんで、早速やってみたいと思います。はい、でちょっと釣り始める前に水温だけ測っておきたいと思います。どうかな、よし、はいはい、水につけの、これか、水温14度か、結構あれ20度ぐらいあんのかなと思ったら、ちょっと寒いですね。まあこれ今水深調べるっていうよりも水温計代わりに、使ってますが、あ、14度だって結構寒いね。新しいディーパーね、浅い水深も行けるようになったから、まあこうやって水深をねちゃんと調べることもできるんですけど、案外深いんだ、 1.5m と。俺が起こしたらずっぽし入っちゃうぐらいはあるんだね。で水温はですね、ここにまあ見えづらいんですけど14度って出てますので、そっかそっか、まあでも、いけるっちゃいけるぐらいじゃないかな。よし、はい、ディーパーチェック終わり。よいしょ、おいじゃ、やってみます。14度、寒いね。いや気温はあったかいんだけどね、もうめっちゃ、T シャツでも脱いじゃいたいぐらい。ただ水は案外冷たいんだな。じゃあやってみます。よし、抜けっか。よし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 、ジョイクロに食った。よいしょ、いいよ、あー、よっしゃー、いいとこかかってる。はい、ジョイクロフィッシュいただきましたよ。久しぶりのジョイクロフィッシュ。イエーイ、いいとこかかってんね。流れにね、ジョイクロをビッタンビッタン泳がして、いたら下からもんどり打ってバイトね。でタックルはですね、メタニウム、20メタニウムにロデオクラフトのホワイトウルフ17ポンドで、こんな感じで結構長いんじゃないですかね。ちょっとサイズ測って逃がします。イエーイ、はーい、ジョイクロフィッシュはどうですか。45センチ、おっと元気。まあ45センチそこそこってところで、じゃあ逃がします。イエーイ。はい、というわけで帰ってきましたが、今回使ったセットはこんな感じのセットですね。メタニウム、これ新しいやつですね。20メタニウムにロデオクラフトのですね、ホワイトウルフ17ポンドっていうね、
まあ、ちょっと重めのもの何でもいけちゃうよ、まあ、17ポンドラインで使うような釣りにバッチリだよっていうですね、 7.4 フィートのロッド、ね、ヘビーパワーぐらいになるのかな。それにですね、今回はこれジョインテッドクローの178、これをね久しぶりにね使ってみたんですけども、ポイントとしてはですねこんな感じ。今回のね重りのセッティングなんですが、お尻側に一つね、この配置で使っております。ね、フローティングのものにこういうお尻にですね、重りを貼って使うっていうことで、実はね、お腹側にも、ついていたんですけども、そっちはですね、使ってるうちにどっか飛んでいってしまって、っていうのはあのシーバス釣りで使うときに、海水の比重でですね、ちょうどよくね、泳ぐようにこっち側にもね貼ってたんですね。でそれが取れて、あでもなんかこの淡水で使った時に非常に魅力的な沈下スピードだななんて思ってですね、このままの状態で使っているんですけども、今回はねこれがまあ当たりっていうことで、ほんとね重りの貼り方でいろいろ遊び方が変わってくるんで面白いルアーだななんて感じたんですけども、っていうのはね、動画にもうまいこと映ってたかなどうかなって感じなんですが、こう誘ってきて魚の気配はあるねところで、そんで最後にチュイーンってアクションさせるとこうケツ側に重りがあるから浮上するんですよね。こうライズアップするというか、って普段はこういい感じで S 字でアクションさせて誘ってきて、ここぞっていう時にチョンってやるとピッてこう上に行くわけなんです。でその瞬間にバコーってねこうね出てくれたっていう、こういう感じなんで、まあいつの間にか重りが外れていたなと思ったら、なんかベストなセッティングになっちゃってたんだなっていうことで、まあこれにあとは頭側のそうですね、そのスナップの重さとかで微妙な姿勢を調整してっていう感じなんですけど、まあそこまで厳密にはね考えないでやってるんで、なんとなくで、使っておりますが、やっぱりねこれで食ってくるとね魚のサイズもいいしね、いいルアーだななんて感じました。そして、タックルの方なんですけども、これねメタニウムね、まあどんどん使っていこうっていうことで、軽めのルアーからちょっと重めのルアーまでいろいろ使ってますけども、単純に感じるのは、ほんと軽いルアーから重いルアーに変えてもそうですね、特にセッティングの変更なく全部スパーンって使いやすいなっていう印象があります。このブレーキダイヤルは自分はだいたい4で固定してるんですけども、で中のブレーキはいじらずに、それで例えばこれでね X の80ジュニアとかね超小さいミノーから、今回のようなですねこういったジョインテッドクローまですごいね投げ心地がいいで、はたまたですねラバージグに変えたりとか、まあいろいろねおかっぱりとかなんで、そんなにボートの時ほどタックル持っていってないんでフレキシブルに投げれるといいななんていう希望で使ってるんですけども、どれも非常に使いやすいっていうことで、そんで低弾道でスーって飛んでいくのでポイントにスポーンとね、入れやすいね、これがすごい感じております。まあ何しても普通に何でも使いやすいリールだなっていう感じなんで、引き続きですねいろいろなルアー投げてみて、感触とかをね確かめていきたいななんて思うんですけども、実はですね、今回この動画にしたところ以外にちょっと一回ね惜しいところがあったんで、まあそこなんかもねちょっと編集してみて、まあジョイクロでねまたいい感じでバスが反応してくれてますんで、そんなシーン、それはまあまあまあ NG 集じゃないですけどね、つけていきたいと思いますんで、ぜひね、そちらも見てみてください。というわけで本日の釣り子 TV はこちら、メタニウムの新しいやつ、それに、ジョイクロの178、これでいいバスが釣れてる、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。うわ、濃いか、濃いだな。濃いだな。
あれバスだ。あれバースがいるんだけど。いやーちょっと虫じゃねえと、なんか食ってる。なんか食ってる。虫食ってんな。すごいか。なんか表層で食ってんだよな。食った。おお、ジョイクロフィッシャー、あーユーファスベジョイクロフィッシュ落とすなんだよ、食ったのにな。後ろついたジャークバコチーって食ったんだけど、ああ